死神、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、蛇の獣道、進んでみましょうか。先ほどから響いている不気味な声。ああ、聞こえるな。あーん、言うてるな。念仏にも、色紙にも聞こえる。それは、獣道を進むごとに大きさを増した。この先に霊障の原因があるのか。これの先、ここ前あれだよね、遺恨が入ってたとこだよね。巨大な大岩が鎮座している。岩に分かれているのは太いしめ縄だ。先端の形は蛇の頭を模している。坂本に言っていた蛇の岩とはこいつのことかもしれない。なんかどうすればいい？岩と蛇。蛇の岩か。そういえば、小間犠牲の詩文には蛇の岩について書いてあった。手帳開き書き写した詩文を確認する。規制なく社を誘う蛇の岩、えとになき遅れた獣道開く。猫だよね。蛇真似る怒りし獣声聞かば。規制なく社を誘う蛇の岩、これは多分ここに来るまでの道のりを示すものだろう。ならばこの先を進むには、えとになき遅れた獣道開く、蛇真似る怒りし獣声聞かば。道開くにはここで何かをしなければならないようだ。ポイントは、えといなき遅れた獣。こいつの正体を分からない限り、次にすべきことは決められない。さて、この獣が指す動物は何だ？え、あ、撃たせんの俺に。え、だから猫だよ。猫。自分にある獣とは猫のことだろうな。十二支の動物を決めるとき、猫が集合に遅れて剪定から漏れたという話がある。ああ、そんな話があったな。ネズミが次の日を伝えてたんだよね、確か。声聞かばってことはだ。猫の鳴き声を真似れば道は開くのかもな。え？どうして鳴き真似で？知るか、心霊相手に理屈や常識が通じないことなんてざわだろう。ほら、屋敷、試しにやってみろ。させたいだけじゃないのか。わかった。何か起きる気配はまるでない。なるほど。ただの猫の真似ではなく、蛇真似る怒りし感じの猫の声でないとダメらしいな。つまり、威嚇する蛇を真似たような、怒った感じをする猫の声。あれか。シャーってやつか。ちょっとやろうとしたけど無理だったわ。ってことだと言われたところで、どんな声なのか全然想像できない。こちらの困惑を見て取ったマシタは、やれやれと肩をすくめた。こうやるんだよ。うますぎだろ。なんだヤスケ。うわ、クソ呪われてる。ここは元のサンドに戻ってきたのか。なんか雰囲気はまるで違う。一面に咲き乱れた彼岸花、ぼんやりと光るキノコ、何もかも幻想的で現実感がない。生きながら死者の世界に迷い込んだような、そんな芯のないふわついた感覚。まさか、ここはまさか虫カビ神社のある裏参道か。おい、何をバケットしやがれ。考えるの後にしろ。このままじゃ体が持たんぞ。ああ。この空間は呪いの力に満ちている。早く消さないと。呪いの発生源はどこだ？ん？ここか？幹に群生する無数のキノコがあり、ぼんやり緑色に発光している。ここに呪いの原因はなさそうだ。結構早いんだよな、なんか今までと違って。やばいやばいやばい。早いなんてもんじゃねえ。口に加えた、口に花を加えた、コマギツネだ。学校の中庭のものとよく似ている。ならばこいつにも秘密があるかもしれない。しっかり調べてみよう。調べる。コマギツネは口に青い彼岸花を加えている。だけか。以上かい。他なんもないもんな。これか。さっさと破壊しなくては。
ちょっと連打しちゃった。かかと上げ思いっきり歯を踏みつけた。これでオッケーか。呪いの歯は粉々に砕き散った。だがおかしい、呪いの収まる気配がない。くそ。どういうことだ。つまり貴様が踏み潰した歯が呪いの原因じゃないってことだ。ならば本物の原因を早く突き止めなくては。やばいやばいやばい、結構減ってる。口に花を加えた小麦爪だ。これも調べるか。これも変わらんか。違う違う違う、やばいやばい、死ぬ。屋敷が、主に屋敷が死ぬ。調べても一緒だろ。赤い、青い、彼岸、ん？小麦爪の脇の茂みに獣道らしき跡がある。この先に何かあるかもしれない。ああ、とりあえず進んでみるか。危な。悪感と重圧が急に消えた。ここは呪われた力の影響外らしい。しかし場所は、この場所は何だろう。青い花に満たされた不思議な空間。その中に素朴な見た目の墓が立っている。何度も意味ありげだ。よく調べてみよう。井戸。よし。やだな。青い彼岸花に囲まれて古い井戸がポツンと残されている。どうしてこんな場所に。嫌な予感がする。屋敷、調べるのは用心しろよ。真下にうなずき返すと家を消して井戸に近づく。そして恐る恐る中を覗き込んだ。来るか。井戸の中は石と砂利で埋まっていた。ただそれだけだ。どれ、予感は外れたらしい。幸いなことに。とんだ肩透かしだな。助かったろ。ふん。青い彼岸花が群生している。彼岸花といえば赤が普通だが、白や黄色もある。だが青は存在しない。自然界に珍しいんだよね、青ってね。これは不自然、不思議な裏参道にだけ咲く幻のごとき花なのかもしれない。え、あ、持っていく。一輪の青い彼岸花を、倒りバッグへ入れた。他はこれぐらいか。文字の刻まれた墓石は2つひっそりと立っている。片方の墓に刻まれた文字は完全に風化していて読めないが、もう片方の墓はかろうじて文字の跡らしきくぼみが残っている。ん？またあの不気味な声が聞こえた。恨みを知れだと。もしやあの恨みがましい声はここに眠る亡霊のものなのか。だがこれは誰の墓だろう。文字の跡が残っている墓の、残っている方の墓の主、そちらだけでも分かれば調べてみよう。調べる。墓の文字にじっと目を凝らす。だがかすれた文字を読むことはできない。くぼみを指になぞればもしかすると何が書いてあるのか分かるだろうか。なぞる。指の先に神経を集中してゆっくりと文字をなぞってみる。なるほど。女、やや見え下に火、あるいは目らしきくぼみがある。刻まれた文字はおそらく漢字一字だ。だとすれば刻まれた文字は、むこか。これは花むこのむこだ。心の中で自らの答えを宣言する。おお。ただでさえダメージめっちゃもらってんのに、なんだ？今のは自分が出した答えに、この墓の霊が答えたということか。間違いってこと？文字は首のない結婚衣装の男だった。あれが墓の主なら、ここに葬られたのは何らかの形で、無念の死を遂げた花婿なのか。合ってんのか？あ、景品もらえた。絶対遺恨だ。遺恨。よし。よし、やった、回復だ。おー、よかった。章終了後に、特定のタイミングで人物ファイルに情報が追加されます。はーん、ってことはまだ、あんまり確定してない人物というか。
これ鼻くわえてねえやつがそのうちいるんじゃないかな。何？どっからか、甲高い獣の鳴き声が響いた。回復できてよかったな。全身に悪寒が走る。心臓を指先でなぞられたような得体の知らない恐怖の感覚。参道を進めば進むほどその不快感は強まりつつある。あ、これだ。口にくわえ、花をくわえた小巻きつねだ。学校の中庭のものとよく似ている。これだ。絶対これだ。口にくわえた血で濡れた彼岸花を、あ、血で濡れてんのか。ちゃんと調べればよかった。青い彼岸花と交換した。この場所に起こっていた呪いのような現象は収まった。裏参道の奥には表参道と同じく木々に囲まれた境内があった。あちらと違い、奥に残る崩れた、社殿でいいのかな？これが本殿。虫カビ神社なのか？恨みはこの地で生まれた。恨みしげな声が響き、血の気が引く。森の入り口は墓で聞いた声と同じだ。声の主、そして恨みの正体は、この場所を調べればわかるのか。あそこぐらいか。ん？二箇所ある。茂みの奥は真っ暗に沈んでいる。時折、外れの音が聞こえるだけだ。そんなもんか。あとこれぐらい？境内の奥に崩れた社殿が残っている。年月を経て黒ずんだ木材からはかなり昔に建てられたものとわかる。これが虫カビ神社だとしたら、死人の嫁入りってのはここで？ああ、そうだろう。虫、虫神と、カビ神のニシンを祀るこの神社で、選ばれた花婿と花嫁が神聖な婚礼の儀式を行ったらしい。M 村の飢饉の収束を願ってな。屋敷、貴様を察していると思うが、死人の正体ってのはその花嫁の霊なんじゃないのか？死人が結婚に執着している。嫁入りの儀式と関係ありそうだろう。そこで何かあって、恨みが残った。それが俺の考えだ。どう思う？そうかもな。だとすれば俺たちはここで行われたことを知る必要がある。過去の真実、そして恨みの正体を知らなければ死人は消せない。手がかりが残っていることを願おう。願おうだと？バカバカしい。覚えておけ。真実ってものは腕づくで手繰り寄せてるもんだ。いいこと言うけど、結構荒いんだよな、やっぱな。倒壊した社殿をよく観察すると、何かが埋もれていることに気づく。あれは木箱だろうか。回収するには危険を冒して中に入らないといけないがどうする。これ、聞くってことはなんか、ここで一回ちょっとセーブしに行っとくか。危ないのでやめておく。はい。ということで、ちょっと、一回セーブしていきます。もう、さっと。よし。全回復。レイグも、ここ全部買ってきました。これで、あれだよね。遺恨も全部揃ってる状態ってことだよね。これ回収しておこう。回収しに行く。マスター、あの木箱を回収するぞ。わかった。なら俺が行く。貴様の運動神経だと、屋根が崩れたら逃げ切れずに下敷きにされそうだ。ひでえ言われようだ。マスターが崩れ落ちた屋根の隙間から、社殿の中へ足を踏み入れる。朽ちた 柱や床に神経を尖らせながら一歩また一歩と進んでいく。マスター大丈夫か？いちいち騒ぐな。手を引っ掛けただけだ。よし、こいつだな。帰ってきたマスターは、霧の箱を抱えていた。彼はそれを近くの地面に置く。
めぼしいものはこれだけだ。忘れた頃にこう出るんだもんな。俺が忘れてるだけなんだけど。あとは壊れた壺やカビ棚ぐらいだ。さっさと開けてみろ、屋敷。箱の中には朱肉と紙の束が入っていた。朱肉は古いものだがまだ使えるようだ。容器は密閉されていたおかげだろう。紙の束もまだ古いものらしく、また古いものらしく、表面がうっすらと黄ばんでいる。そしてその上に赤いものが付着していた。これは朱肉ではなく血の跡のようだ。血塗られた紙束を手に入れた。朱肉を手に入れた。紙に何か書いてあるな。読んでみろ。すぐには難しいな。あの古書と同じ古い書体だ。安岡さんに任せた方がいい。字出しやがる。最初の3枚くらいはどうだ。そこにあるのは名前だよな。分かったよ。読んでみる。虫神。何向こうなの。友向こう京向こう北島嗣夫、首、道具入れ、首カビ紙。生贄、向こうって、あれなのか。あくまで生贄みたいな感じなのか。内越二郎、首。首の部分は飛び散った血の跡と重なっているため読みにくかった。なんだその首ってのは。わからない。二枚目と三枚目読むぞ。これは嫁の方なのか。眉村、美希子、道よ。明治何年、何月何日、儀式を取り行う。虫カビ神社、宮司。泉？これ泉って、あの泉ってことかな？その家系なのか、もしかして、あの泉って。宇治テル？三枚それぞれの署名の横に、母印が押してある。この死に肉が使われたんだろう。宮司の名字は泉らしいが、単なる偶然だろうか。やっぱ、ぽいよな。眉村美希子、眉村道夫。こいつらが死人の嫁入りの花嫁か。俺の予想通り、この儀式が死人の恨みの原因なら、そのどちらかが、無念の死を遂げ、死人になったのかもな。両方の可能性あるな。ってなってくると、同僚も死人ってことになるのか。だとすればどちらが。恨みを知れ。我らと、我らが花嫁たちの。花婿も恨んでんじゃん、じゃあ。クソダメージ受けたんだけど。死人の義父、心せよ。大事なお役目である。では万事滞りなく。これにて。道具入れは済んだ。次は嫁入りの支度じゃ。いや、やめて。怖いよ、お姉ちゃん。脳内に投影されたビジョン、それは。社殿らしい薄暗い部屋で、男たちが、二人の女を取り押さえる光景だった。男たちはおぞましい虫とカビを女たちの体に植え付けている。そして奥には男の首が二つ乗せられた、三方があった。女たちは苦しげにうめき声を上げる。化粧を続けるのだ、皆の衆。いや、そんな、だと思わないじゃん。死人の嫁入りの儀が。男たちは粛々とおぞましい化粧を続ける。
左の女がカビで、右の女が虫で、剥き出しにされた白い肌を汚されていく。女たちが悲鳴を上げ身をよじった。だが男たちの拘束からは逃れられない。暴れるでない、叫ぶでない、儀式には体力が肝要じゃ。これから一刻、幾日、幾週をかけて、神の花嫁にふさわしい、虫カビの色に染めていくのじゃからな。嘘、好き。女が苦痛と怒りの混ざった声を上げた。だが男たちに言葉は届かない。無表情で虫とカビを塗りつける。虫カビに濡れ、虫カビを、喰らう日々を過ごし、最後は五臓六腑を、カビに侵され、体中の穴に虫が湧くことになろう。その姿はまるで死人じゃ。かような美しい花嫁の姿を見れば、虫カビ様も、虫神様も、カビ神様もお喜びになる。ならないだろう。ならないだろう。どんな信仰だよ。そら恨むわ。私たちは生きながら朽ちていく。白肌は黒カビが生えたように汚れ、髪は蚕の前のごとく色を変えた。この苦しみが幸せな夫婦のちぎり。違う違う違う。私が望んだちぎりじゃない。忘れない、村の者どもよ。命尽きて死人になろうとも。殺してやる。呪って、いや、きつすぎるだろう。ビジョンが途切れ、意識を取り戻す。だが呼吸を乱れ、震えが止まらない。ビジョンと共に注ぎ込まれた強烈な憎悪の念、そいつのせいだ。おい、どうしたんだ？突然ガタガタ震えやがって。マスター、俺は、死人の恨みの正体が分かったかもしれない。なんだと？死人、いつの間にここに？あまたの手足を動かし、虫のようにうごめく死人。自分がミチホを殺した時と同じ姿だ。だがどうして奴がここにいる？やはりここは死人にとって意味のある場所なのか。愛しき婿様。姿は変わっても呼びかけは変わらない。そして自分へ向ける執念も。死人。恐怖を無理やり抑え込み、口を開く。今、こいつに聞きたいことがある。お前は？ミチホなのか？見たのですね。醜き私を見たのですね。なあ、答えてくれ。お前は本当にミチホか？醜き私は忘れて、これからもっと綺麗になります。婿様のために。違う、答えてくれ。お前は誰だ？ミチホなのか？それとも、お付き屋敷。死んだ連中に言葉は通じない。よく知ってるだろうが。すまないました。世話かけさせんな。落ち着いたなら奴に備えろ。いいな。ああ。サスペンシブアクトか。なんだ？猫様のそばにいるのは私。本当にマッシャだけダメージ受けてる。マッシャが胸を押さえ、苦しげなうめき声を上げた。まさかマッシャを狙ってるのか。マッシャ、くそ、舐めやがって。死人はマッシャに敵意を向けている。
今ここで奴を退治すればマスターの身が危険だ。とはいえ相手は死人だ。簡単に逃げられるとも思えない。どうにかして逃げるための隙を作らなければ。アクト1。じゃあここで一旦区切りましょうか。次回ちょっと死人から逃げるための隙を作っていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。